桁で一緒になった4つの32分音符32分音符は全音符の132の長さで演奏される音符16分音符の半分の長さ64分音符の2倍の長さである32分音符は楕円型で中黒のふ頭と3つの旗もしくは桁がついたまっすぐな踏み木で表記される1つの32分音符には必ず旗が付けられているが2つ以上では 通常まとめて桁が掛けられている。幹のある、他の音符と同様、32分音符は5000歩の中線より下にある、時は、幹は歩頭の右にあり上向きに伸び、中線上もしくは中線より上にある時は、幹は歩頭の左にあり下向きに伸びている。旗は常に、幹の右にあり、右にカーブしている。上に伸びる、幹の場合、旗は、 幹の上端から始まり下にカーブする。複数の32部音符や8部音符が隣り合っている。場合は旗を桁でつなぐことができる。同様の規則は64部音符のようなこれより短い音符にも適用される。関連記号として32分休符があるが、これは同じ時間の休止を表す。ありがとうございます。